飲んでなくて、コーン。ああ、トール先輩、コーン救えないの？うん、なんか、そしたら、まどかちゃんみたいに箸使うといいんじゃないかな。え？ああ。食べれてないじゃん。でも一個ずつしか。一個ずつでいい。トール先輩、コーン一気にいっぱい食べたいの？うん。一網打尽。一網打尽。誰か来てる？鍵置いて帰っていいんじゃない？そうだね。じゃあひななのあげる。マジっすか？一網打尽。だろうね。まあ関係ないし、行こう。でもスープも美味しいよ。あ、残ってる一個、はあ、持ってきやがれ。マジっすか？あざーす。追加のトッピングもあるよ。何円？100円。100円か。トールちゃん、結局スープも全部飲んじゃったね。一網打尽だから。とりあえず逃げよう。でももしかして話聞いた方が。
一網打尽って？何？さっきから。え？一網打尽、一網打尽って。一網打尽がブームなのかな？一網打尽。一度に一味を全部捉えること。意味？検索すれば。一網、一網打尽、一網打尽。出た。ああ、それね。楽しみ、割とあの仕事。さっきのやつだったらまだどんなのかわからないんじゃないかな。え、つかみ取りでしょ、チョコの。お客さんをつかみ取るってことだと思うよ。そっちか。一網打尽、覚えた。ドール先輩、終わりそう？え、まだ白いまんまだね。なくて書くこと。反省文なんだから反省を書くもんでしょ。すみませんでした。あと391字。頑張れ。うい。トールちゃん。ごめんなさいっていうことだけじゃなくて、どうしてそうなったのかとか、今日どういうことがあったのかとか、順番に書いていったらいいのかも。日記みたいな。そうかな。オッケー、いけるわ。じゃあ、ひなの先帰るね。うい。終わった。帰る。うい。みんな！トール先輩ん家に帰る。今日、カレーだって。オッケー、帰ってて、コイトちゃん。行けるから、もう、完全に。朝、起きました。そしたら天井が見えました。
外が晴れていました。次に台所へ行ってパンと卵を食べました。半熟のやつです。茹でたやつです。バターも塗りました。 OK1,2,3,4,5,6,69 時、あと331時か。バレンタインの飾り付けがすごかったです。そして野菜とかのとこを通って事務室に行って入館カードをもらいました。そして事務の人がテレビでアマゾンの剣のを見ていたので、面白いですかと聞いたら、面白いですと言っていました。1,2,3,4,5,6,7。何か持つけど。ひななのお母さんと小糸ちゃんのお母さんと樋口のお母さんとお母さんも来ました。どれがいいかと言われたので、5000円のやつを中心に教えてあげました。よし。そしてキャンペーン用の動画も撮ったので、たくさん仕事をして一網打尽にしました。ナイス。こんばんは。ああ、やばい。すみませんでした。しないと。そろそろ。そして動画のスタッフを待っていたらカートがありました。外国の映画の人が乗っていたので、乗ってみたいと思っていたので、乗るとすごかったです。トール先輩は居残り？今日の仕事で休憩中にカートに乗って遊んでて怒られたんです。はい。やばやば、オーバーじゃん。実数乗ってみたいと思っていたので、乗るとすごかったです。
申し訳ございませんでした。入ってるわ、チョコレート。なんで靴箱に入れるのか本当に謎。メッセージカード落ちた。ああ、サンキューよ。朝倉先輩へ、1年3組先行ってる。ありがとう。ウェルカム。アイチン。呼ぶの？マイチン？マイチン。ありがとう、アイチン、マイチン。じゃ、これ、記入お願いします。友達が大変だったから、1年の時覚えられなくて。書いて、これ。そうですよ。
書いて名前。結構もらったんだね。名簿便利そう。グー。靴箱と机に入ってたのも書き写さないとだね。やるやる。ひななも名前書く。オッケー、サンクス。ひなな4つ入ってるのあげたから4つ書いていい？いいよ。あ、じゃあ私も書こうかな。書いて、いっぱい。樋口は？は？まどかちゃんは発案者だし。っていうか渡してない。くれるじゃん。でもおねしゃーす。ちゃんと一網打尽にしないとだから。名簿で。